これで一安心じゃな。早く帰ってこい。トランクスもさっき目を覚ましたところで。待ってください。俺は地獄で見たんです。ジャネンバの他にもう一人ミラの仲間がいました。どういうこと？奴らの狙いはこれまでの戦いで生まれたダメージエネルギーの回収なんです。今もその近くにダメージエネルギーを回収してる奴がいるはずです。ゴッドになって戦っているうちにその世界を体に吸収させてしまったようだな。大したもんだよ。稀に見る天才と言っても、喋ってる途中なんだけど。捕まえて、奴らの居場所を聞き出しましょう。いやいや、ちょっと待たせない。お前だけとんでもない機会に飛んどるぞ。そこで悟空と戦って落ちたのは、破壊神ビーム様なんだぞ。で、どうなってんだ。それに、あの仮面のやつ、なんかどっかで。なんなんだい、君ら。いきなり割って入ってきて。破壊しちゃおっかな。ちょっと待ってください。うん、誰だい。ご無沙汰してます。ビリス様、時の太陽神様です。今ビリスを荒らす犯罪者を捕まえるところなんです。こうしなきゃ、こっちから見つかってたんですか。君か。なんだか知らないけど、やるなら早くしてくれよ。あの顔、バーダックさん。強くなったようだな。お前の底力を見せてみろ。俺も出てきます。何だ、落ち着け。お前さんはこの歴史には出ていってんじゃろうが。また別のやつ出てきた。許すか、全部イラついてんじゃねえか。いつまで待たせるんだよ。おい、お前ら、いい加減にしろよ。うるさい、もう少し待ってろ。あのアホタレなんてことを。待ってくれるじゃないか。僕が誰だか分かってて喧嘩を売ってるのかな、ビルス。これは失礼した。私はお前を甘く見ていたようだ。